生きる喜びを描く勉強家の証言です。今日も、皆さんに作品紹介ということで見せたい絵がありますので皆さん見てください。この絵はですね、バクは悪い夢を食べてくれるっていう神話がありますけれども、タイトルはですね、悪い夢を食べてくれたバクの親子ということで絵を描きました。皆さんこの体にですね、体が白と黒でこの色に、彩られる、バクっていうのはマレーバクと言いまして、マレーシアにいるバクを描きました。はい。で、その上で座って寝ているのは文殊村のクリス君と、皆さん見えますか、ザイちゃんです。で、背中をつけ合って、ぐっすりと眠っているわけですけれども、この2人がですね、ちょっと悪い夢を見てしまったという設定で描きました。はい。そんな時にバクがですね、背中に乗せてくれて、悪い夢を食べてくれたよというハッピーな絵を描きました。皆さん知ってられますでしょうか。バクはですね、子供の時は模様が違って、このようなうり坊のような模様をしてます。で、それが大人になるとともに顔にあった白い点々がなくなっていって、で、足の方もなくなっていって、中心だけが真っ白になっていくという、すごく面白いですね。はい。なので結構絵を描いてても面白かったんですけれども、バクの親子ということで、こちらはマレーシアのバクなんですけれども、他の違う国のバクも、それぞれ特徴があるみたいで、皆さんもぜひ、調べてもらえたら、楽しいかなと思います。で、今日はですね、マレーシアとタンザニアのコラボにはなるんですけれども、悪い夢を食べてくれたバクの親子ということで、絵を描きました。はい。これからもですね、どんどんストーリーを持たした面白い絵を描いていきますので、皆さん楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。